ヨヒマさん、ヨヒマさん、ヨヒマさん、おはようございます。朝ですよ。おはようございます。はい、今はこんなところにおりますね。開けますよ、ここも。オープン。行きますよ、ほら。旅2日目、朝です。うん、起きました。めっちゃ寝てたからすっきりしてる顔が今までで一番本当だ。今何時？8時22分。昨日ね、ママとかパパが寝てたでしょ、うん、3時40分ぐらいに寝たの。うわというわけで今回は今のキャンピングトレーラーで過ごすモーニングルーティンやっていきたいと思います。じゃあ始めていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、はい、今こちらは、滋賀県のですね、エクスパーサ多賀サービスエリアにおります。昨日の夜中12時半ぐらいに着いて、ここで一泊しました。はい、あちらママさんですね。最高でございます。はい、昨日はね、あのママが今座ってるところにパパが寝て、そう、はい、でこちらのね、ベッドにママとひまりさんが寝ましたね。はい、よろしいですか。これモーニングルーティーンです。はい、で今日は起きて今から山口県まで行きます。走って。そうですね。で9時に出発でしょ。はい、あと30分ちょっと、ちょっとご飯食べて着替えて、はい、行きます。目指せ鹿児島。明日は鹿児島なんでね。明日何時に着くって？明日2時くらいかな。じゃあ早く。うわー、握力がない。でも空腹これでいいよね。うん、いいよね。でも誰も会わないし。まあ今日はだから車で移動して、またそこで泊まるんで、サービスエリア夜ぐらいです。人前に出るのはそれでいいんですか。鹿児島でもさ、パジャマこれで行くよね。そうよね。じゃあ帰ろう。帰ろう。開けます。はい。そう、今ひまひまさんが開けますって言ったのは、うん、なんでですか。今私が開けますって言ったのは、昨日ひまが思いっきり開けたらパパがここにいて、ここがね、目の前にあって、ね、ガーンって、ドアのヘリがぶつかってパパ負傷しました。はい、お酒飲んでたんで血がダラダラ出ましたね。お酒飲んでるとダラダラ出るの。そう。はい、じゃあ顔洗います。ここ映ってますね、パパ。はい、じゃあまず顔を洗います。うわ、なんか落ちたよ。うぇ、歯間ブラシが落ちた。あれはもうダメなやつ。あれもダメだ。ここにあったんですよね。あ、ここ。うん、はい、ママさん、怒っちゃう。あ、出るでしょ。昨日、だん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 だったからね。じゃあ顔を洗うためにはこの子をつけます。で、今日なんと3月27日アロマちゃんがお誕生日です。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。アロマ7歳になりました。あ、今日はアロマさんがチャイちゃんじいじんちにいるので、お留守番してるので、ピノもね。だから後でビデオ通話をします。あ、これ邪魔だな、この髪ね。見て、最初の日の前髪この長さになったんだよ、みんな。わあ、オッケー。昨日ね、眉毛剃ったの。はい、ママに剃ってもらいました。じゃあ今からスキンケアをします。開けまーす。昨日ね、今一人で深夜、ママとハブがもう爆睡してる中、こうして、こうして
ずっと小説こう読んだりとか漫画読んだりとかいろんなことしてたんですよね。はい、今こちらで充電中ですね、携帯を。はい、そうです、はい、私は携帯はこうではなくこう置く派です。では一回パパさんがベッドをテーブルに直してくれるそうなので、はい、私が今持っておきます。そうですね、はい、これ手ぶれを振ってるからめっちゃ固定してるね。ちゃんとドアがね、いっぱいありますね。まだだ。よいしょ。じゃあ、どれぐらいでできるのか、よーい。スタート。スタート。完成。はい、かかったのは30秒です。30秒。ちはちょっと遅いですね。簡単、簡単。簡単、簡単。こんな感じです。はい。じゃあ、スキンケアしていきます、ここに。あるんで、あと髪もね、本当はやりたいんだよね。もうストレートにしたい。今日はでも、もう誰とも会わないんで、もうメイクとかはしないで、髪だけね、ボサボサにならないように綺麗にしていきたいなと思います。で、もう髪を今日はストレートにしてスキンケアします。ね、あそこカーテンだけ閉めておいてもらえますか。もうね、目の前の方がね、車にね、すぐいるんです。はい、じゃあ早速スキンケアしていきます。まあね、なんかお友達がね、口癖が、あ、マジなんですよ。大変映って、それがもうめっちゃ、あ、マジって言ってますね。ちなみにこれはね、無印の乳液と化粧水です。スキンケアした後に日焼け止めした方がいいんだっけ。そうだよね、スキンケアしていきます。まずハトムギから。毛穴やば。今回のこの旅で食べ過ぎてしまうとまた撮影があるんで、もうダメなんですよ、食べ過ぎちゃう。だからもうスキンケア頑張って食べ過ぎた感じに過ごしていきたいなと思ってますね。これでスキンケアは完了。日焼け止め塗るの忘れたわ。日焼け止め塗ります。髪の毛ボンボンしてんじゃん。日焼け止めを顔に塗ります。どんぐらい塗るんだろう。お帰りです。パパさんがコーヒーを持って帰ってきました。今日はすぐ出るので、急いでるときはこちらです。全然急いでなかったわ。 OK、 塗れました。で、髪をストレートにして終わりです。はい、お次はママさんが帰ってきました。お帰りです。これ誰、ひまちゃん。ありがとう。午後の紅茶、美味しい無糖。昨日もこれ飲んだね。これでホットを飲みました。最近紅茶にハマってね、なんか何でも飲めるようになったから、イエイイエイ。そんなこんなでまっすぐにします。あ、これ忘れてた。トリエのチューナーウォーター、チューナーウォーター。パパね、絶対字幕入れすぎてね、字幕入れるために調べるじゃん、こういうの。だからもうね、ひまわりにね、もう知識がついてる気がする。ストレートにしました。で、私昨日ね、通知表配られたんだよ。で、めっちゃ上がってたもん。技術家庭科とか英語とか、ちょっとね、英語は少し期待してたんだよ。でも言うてそんなに今までのテストの点が良くなかった、自分の中ではね、良くなかったから。あ、すいませんね、はい、これは あれですね、あのオイルです。オーセンティックオイル、はい、これをつけると、なんていうの、最近流行ってるこの濡れ髪っていうやつになる。英語と技術家庭科と社会とかが上がってたの、めっちゃ嬉しかったですね。はい、おはようございます。じゃない、ファッションチェック。おはあざす。ドンパパのファッションチェック。あ、じゃーん。今日のファッションのポイントを教えてください。寝る。これはあおりちゃんとおさるのパーカーで、あ、そうなんだ。これは GU のゆるゆるズボンです。
そして下はミッキーの毛玉だらけのミニーちゃんだの靴下です。で、上はなんか変わりましたよね、私さっきと比べて。前髪が横になった、ブブくるくるにしたところです。じゃあ、いただきます。朝ごはん、今日はパンですね。私はね、昨日お昼に8時間寝たせいで睡眠時間4時間でもう目パッチリです。いただきます。うん、チンしたいですね。もうここまだね、チン、電子レンジじゃないんですよ、うん、またナイチューバさんの小説だけ今回持ってこれなかったのでアプリを読んでました。今回はね、こんな感じでもう行きたいと思います。まあ30分予定から過ぎちゃいましたよまあね、そんなね、自由な旅っていうのもこのキャンピングトレーラーのね、いい魅力ですから。そうですね、はい。で、今からもう行くんですけど、今回は山口県のどこまで行くかわかんないんだけど、まあ、行きたいと思います。そうですね、だいたい500から600キロ走りたいと思います。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。あとお昼ご飯楽しみですね。どこで何を食べるか、広島とか寄れればね。お好み焼き、岡山か広島かな。今行ったことない県ばっかりだよ。そうだね、だって岡山も広島も行ったことないし、山口も行ったことないもん。岡山か、そうだね、もう日本一周みたいじゃん、ほぼ。そうですよ。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。まあ、またね、なんかいろいろ多分鹿児島での AZ とかあると思うのでぜひ見てください。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ、行ってきます。